こんにちは、 OHK アナウンサーの北村うららです。ここからは OHK アナのクスクスお届けしていきます。さて、私が毎週土曜日正午から担当しておりますドヒルはドドッと、ご覧いただけてますでしょうか。こちら1週間で起こったニュースの中から気になる話題を取り上げたり、今トレンドになっている人や物を取り上げるという番組なんですが、この番組に臨むにあたって私下準備をしているんですが、実際に皆さんにお伝えできる情報は20分の1ほどとなっているので、今日はね、皆さんにこぼれ雑学として残りの分をお伝えしたいなと思います。はい、ではいきますね。まずこちら、皆さん土用の丑の日と聞くと夏のね、うなぎを思い浮かべる方がほとんどだと思うんですが、土用の丑の日は讃岐の平賀源内が電気うなぎの、ね、研究をしていたことで発案したとされています。電気うなぎの研究をしていた源内、うなぎ屋さんとね、親交があったということで、当時うなぎ屋さんから夏のうなぎは油の乗りがあまり良くないので、ちょっと売れ行きが悪いんだけど、どうにか売れ行き伸ばせないかなと相談を受け、その後うなぎは需要競争にいいので夏にぴったりという看板を出すように提案して、実際にね、看板を出したところ大ヒットしたということで、そこから夏にうなぎが食べられる習慣ができたとされているんですが、実際にね、暑さでね、体調を崩しやすい時期ですのでね、夏のうなぎはぴったりだということなんですが、土用の丑の日、皆さんどうやって決められているかご存知でしょうか。こちらです。まず土用というのが四季の始流、立春、立夏、立秋、立冬の直前のおよそ18日間を指す言葉なんですが、まあ、俗に言う土用の丑の日というのは夏の土用の丑の日を指しているので、立秋前のおよそ18日間を指しているんです。続いて丑の日ですが、昔は日にちをね、1日、2日、3日ではなくて、ねえ、丑、虎と数えていたということで、このサイクルに従って土用の丑の日というのは定められています。で、今年のカレンダーに従って土用の丑の日見ていきますと、まず立秋直前ということで、今年の立秋は8月7日で、この直前の18日間というのが7月19日から8月6日、黄色くね、線が引いてあるところですが、この中の丑の日というのが土用の丑の日ということで、今年は28日、7月28日が土用の丑の日となっているんです。年によってね、土用の丑の日このように違ってくるので、この18日間のうち2回土用の丑の日がある年もあるそうなんです。そういった年はね、 1の牛、2の牛として2回うなぎが食べられるそうなんですよ。贅沢な年ですよね。続いてこちらです。マスカットオブアレキサンドリア、これ皆さん岡山県民の皆さんだったらご存知だと思いますが、岡山県の特産品でして、大粒の実と上品な味、香りが特徴のマスカットとなっています。エジプトのアレキサンドリア港から各地に輸出されたことが名前の由来となっています。で、そもそもマスカットなんですが、こちらはね、ムスクが語源となっていて、ムスク、蛇行のような強い香りがすることからその名が付けられたとされています。で、こちらのマスカットオブアレキサンドリア、私も初めて知ったのですが、実は我々が俗に言うマスカットというのは、このマスカットオブアレキサンドリアを指しているんですよね。なので我々がマスカットの味のグミとかキャンディーとか買いますけれども、そちら
マスカット・オブ・アレキサンドリアの味をイメージして作られたものなんですよね。果物の、ね、女王という名にふさわしい、本当に気品の高い上品な味と香りがするマスカットとなっております。続いてこちらです。タンチョウ、皆さんご存知でしょうか。国の天然記念物とされている鶴でして、和気町に、ね、自然保護センターがあるんですよ。でこの度4年ぶりにヒナが誕生したというおめでたいニュースもありましたが、なぜ国の天然記念物とされているかといいますと、明治時代の乱獲で絶滅の危機に瀕してしまったそうなんです。当時は、ね、羽毛目的だけでなく食用肉目的でも狩りが行われたというそんな鶴なんですが、実はこのタンチョウの名前、漢字で書くとこのようにボタンのタンにいただきという字になるんですよね。頭のてっぺんいただきが赤いことからタンチョウと名付けられたそうなんです。でこちらのイラストにもあるように本当に頭のてっぺんが赤く染まっているんですが、実は日本昔話の鶴の恩返しに出てくる鶴もタンチョウなんですよ。なのでね、家に日本昔話の鶴の恩返しがある方はぜひイラストをチェックしてみてください。鶴の頭のてっぺん赤くなっているはずです。そして旧千円札に描かれているのもタンチョウということで、お札はね、あの 色付けされてないんですが、うっすら黒黒く頭のてっぺんがなっています。そして日本にはね、目の周りが赤いマナズルやナベズルというのもいるんですが、昔からね親しまれているのはタンチョウということで、タンチョウが日本人に馴染みの深い鶴となっています。さて私のドドットのこぼれ雑学、いかがでしたでしょうか。改めてドヒルはドドット、毎週土曜日の正午から放送しております。お子様にも楽しい番組となっておりますので、ぜひご覧ください。以上 OHK アナのクスクス、 OHK アナウンサー北村うららでした。